はい、どうも、3度の飯より高校サッカーが大好き、高校サッカーぼっち人間です。今回はね、小机駅に来ております。なぜここにいるのかというと、今からね、プレミアリーグイーストの浦和ユース対丸の内ユース戦を見に行きたいと思います。はい、今ちょっとね、もう試合がもうすでに始まっていて、ちょっと時間がないんで急いで行きたいと思うんですけど、はい、まあ、なぜ遅れたかというとね、僕は強迫性障害で家の鍵をね、何度も確認しちゃうっていう習性があって、で今回もバス停まで一応行ったんだけど、なんか急に不安になって、もう一回家に帰って鍵をちゃんと閉まってるかどうかって確認をしちゃったんで、それでバス乗り遅れて、今から日産フィールド小机っていうところにね、行こうと思うんですけど、僕の動画を結構見てくださってる方は知ってると思うんですけど、僕結構小机フィールドにね、結構行く機会が多いんですけど、なんでその小机フィールドによく行くのかというと、今ね、コロナの影響でね、保護者しかね、試合観戦ができないんですよね。その中に入れないんです、会場の中に。でもこの日産小机フィールドだったら、会場の中に入らなくても、今ちょっと見えてるかと思うんですけど、丘の上から会場が丸見えなんですよね。中に入らなくても試合が俯瞰でね、見えやすいんで、なのでここは僕が愛用っていうか、なんていうの、よく来てますね。はい、てかそもそもコロナ以前からね、そもそも会場の中に入らないで普通にあそこの丘の上から、ね、いつも見てたんで、ね、てかスタンドから見るとね、テントが邪魔でね、ちょっとグラウンドの一部が見えないんですよね。あと今日は曇ってるけど、日が強い時はね、結構眩しいんでね。だから丘のところから見るっていうのが、日産小机フィールドの場合はベストですね。はい、じゃあね、今からね、高校サッカー観戦あるあるをね、私なりにね、ちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、じゃあまず高校サッカー観戦あるある、その1、ダダン、保護者の悲鳴がうるさい。はい、主にお母さん方ですね、 お母様方の悲鳴がすごくうるさいですね。はい、本当にもうめっちゃハイトーンボイスで、なんか裏声のね、ファルセットのね、ハイトーンボイスがもうめっちゃキャーみたいな感じで、ね、本当にそれが毎回とてもうるさいですね。はい、特に自分の息子の名前とかも結構頻繁に呼ぶ親もいてね、応援したい気持ちはすごくわかるんですけどね、特に今コロナだしね、声援禁止なのに、なんかそんなこともお構いなしにね、シャウトする人がたくさんいるんでね、ちょっとうるさい。高校サッカー観戦あるある、その2、その2はね、OB の人がよく観戦に来てる、OB の人をよく見かけるですね。よく試合を見に来ていて、代表スタッフとかスカウトの人とかね、よく試合を見に来ていて、はい、普通に僕の真横にね、普通にいたりして、なんか一般人に紛れてるというか、関係者席で見てる場合もあれば、普通に一般客に紛れ込んで見てる場合もあって、よく多いのがね、アンダー17代表監督の森山監督とか、あと前アンダー18とかアンダー20の監督だった影山監督とかね、あと他にも、なんだろう、いろいろ、奈良橋さんとか、あと岩本照夫さんとか、あと山口元博さんとか、あとその鹿島ユースの試合に行った時はね、前は小笠原瑞夫さんとかがしょっちゅういたし、あと秋葉さんとか、あとゴールキーパーコーチの高桑さんとかね、結構そうそうたるメンバー、昔の J リーグとか日本代表が好きな人はね、結構知って、本当におーってなるようなメンバーが結構いたりしてね、そういうスター選手なんだけど、結構一般客に紛れ込んでるというかね、意外とプライベートは地味というか、意外とそんな気づかないみたいな、僕みたいにちょっと周りをキョロキョロしてる人間は気づくんですけど、そんな感じで、あと G リーグ、違う、高校サッカー観戦あるある3つ目行こうと思ったんですけど、もう着いたんでね、ここら辺で終わりにして、じゃあ試合を見に
行きたいと思います。あ、ちなみにこれがスタジアム。はい、というわけで軽く試合の感想を言いたいと思います。まずスタメンはこうなっていました。試合前の暫定順位でマリノスユースが3位、浦和ユースが最下位という成績がまさに証明する結果となりました。マリノスユースは超タレント集団で顧問戦術も次元が高く、途中から入った2年生2人も得点を挙げるなどサブも充実しており、非常にいいチームに今年は仕上がっていると思います。浦和ユースの肩を少し持つとすれば、ただでさえ1、2年生が主力を担う若いチームなのに、この日は絶対的軸である、共にアンダー18代表のゴールキーパー川崎とセンターバック工藤を欠いていたこともあり、このレベル相手に大敗はしょうがない部分があると思います。ただアンダー17代表の右サイドバック稲垣の得点力が突如開眼したり、1年生でスタメンに抜擢された志田と途中出場した河原木は積極的なプレーが光るなど、今後特に来年非常に期待を抱かせるチームになっていると思います。はい、どうもぼっち人間です。試合を見終わったんですけど、で今から帰るんですけど、さっきの続きで高校サッカーあるある3つ目を言いたいと思います。次はね、乃木坂のきっかけっていう曲のメロディーに乗せてあるあるを言いたいと思います。ではミュージックスタート。高校サッカーあるある、今から言う高校サッカーのあるあるを今から言う。高校サッカーのあるある、早く言いたい高校サッカーのあるあるを言いたいよ、早く言いたい高校サッカーあるあるある、早く言いたいよ、早く言いたい高校サッカーのあるあるを今から今から言うよ。高校サッカーのあるあるを言いたいよ、高校サッカーのあるあるを今から言う、高校サッカーのあるあるを言いたいよ、高校サッカーの監督は試合中怖いよ。